こんにちは、いちきです。今日はですね、1時間でとある検証をしていきたいと思います。というのもですね、今カバースキャットとか流行ってるじゃないですか。あのボトムのちょっとスローな釣りっていうんですかね、あれ一個やってるだけだともう時間がね、いくらあっても足りない気がしたんですよ。はい、霞ヶ浦ではあの穴打ちするときにこう一つの穴に入れて1分間待つとか、こう結構、時間を使う釣りっていうのがやっぱ冬はそう主流になってくると思うんですけど、今回ちょっと一個一個のリグを試してると時間が足りないので、もう一気にやっちゃおうと思います。はい、用意しました。はい、こちらまず 3.5 インチのカバースキャット、 21g のヘビキャロ、カバークロー3インチのカバークローがついてます。ヘビキャロですね。そして最後はこれ、スモラバ 2.5g のコスモにブルースホックベビーがついたスモラバ。はい、これをですね、同じポイントから3方向に投げて放置しときます。結局どれが釣れるんだろうという、こうもう竿を3本使っちゃえみたいな企画です。もう一個一個やってるとね、時間がね本当にいくらあっても足りないし、もう釣れないので、もう釣れないからこの冬なので、ちょっとこの3つをね放置して、まあちょっとたまにちょんちょんって動かして、同じ感覚ぐらいで動かして、その横でメタルバイブをしゃくるという、もう竿4本一気に使っちゃいます。これをちょっと1時間試してみて、結局どれが釣れるのかなっていう検証をね今日はしていきたいと思います。はい、でここがここがですねフラットエリアなんですよ。遠浅になってまして、で今ちょうど風も止んでるのでちょうどいいかなと、11時過ぎた時間、ちょうど日が当たって水も暖かくなってきたので、ここでちょっと検証していきたいと思います。もう竿1本じゃ足りないから本当に。よし、やっていきましょう。1本ずつ投げていきます。まずはヘビキャロから、カバークローの 21g のヘビキャロから投げていきます。で、ここに置くと、で次はカバースキャットいきましょう。もうね、カバースキャットはねラインまで沈ませなきゃいけないので、ね、まあまあ時間かかりますよね。はい、これもセッティング完了。この幅はあんまり飛ばないので、OK。
ケー、完了です。はい、こんな感じでね、セットが完了しました。ヘビキャロ、カバースキャット、スムラバ、そして横でメタルバイブシャクルト、そういう作戦でございます。気がつきました。これね、スモラバーまだいいと思うんですけど、ヘビキャロとカバースキャットは動かさないと意味ないですもんね。なので、1ちょんちょんずつ、ワンアクションずつ交代交代で3本ローテーションしていきたいと思います。メタルバイブやめます。意味ないということに気がつきました。もう20分ぐらいしてやっとはい、なのでワンアクションずつちょっとやっていこう。真ん中に立てばいいんだ。スモラバチョンチョン、ギリシャルギリギリ、どうしてこうも釣れないんですかね。ということで検証失敗です。もうやだよ、なんでこんなに釣れないの。今
今日午前中釣れたからもう1本ぐらいいけるかなと思ったんですけど、ダメでした。ちょっとこの検証はまたハイシーズンにリベンジしたいと思います。ということで、ユーマ詰め頑張ります。おじゃのー。